はりおはようございますってことで、ね、出てきたんですよ。もうあまりおはようございますって時間でもないんですよね、日が明けまして本日はですね、11月の19日、なんと時刻はもう10時半なんですね、ちょっとねやっぱしネタをしてましたね。なんやかんや言うてですね、ここのところ連日ずーっとねちょっと残業続きのね、休日出勤ね、やってましたからね。いやー思った以上に疲れてたんですね。ついでにねお酒を入れたからね結構なんやかんや言ってね、そう忙しかったから最近ずっと酒をね飲んでなかったもんでね、久しぶりにストロング缶4本開けたらね、まあまあ二日酔いになってしまいましてですね、頭も痛いしというか、ちょっとね、体調良くないところでしたからね、ということでね、まあとりあえずね、まあ見てこうじゃないかということですね。で私ここ大和高田とねずっと言ってましたけど、どうやらここから先が大和高田なんですね。あそこに大和、ここから大和高田市って案内が出てるんで、ここは正式には大和高田市ではないのかもしれません。ね、ここに出てますもんね。ああ、いや、向こう行って撮ったやつ。はい。でね、歩いてきたところにね、こんな看板があるっていうですね、大和高田市。ってことは、ここから先が大和高田市なんですよね。そうすると、この吉野家は、どっちなんでしょうね。向こう側はなんだ、桂木市なのかな。そうすると、ただ、市の境目だったら、本当は反対側にね、こっちは何市って書いてないといけないんですか。書いてないんですよね。ただまあ、大和高田の隣だったら、おそらく桂木市でいいのかなと。あんまりやはりこの辺りと詳しくないんであれですけど、まあ、せっかくだったらね、桂木ロープウェイね、今回は、待ってもいいかなと思ったんですけど、今は何でね、本当は8時ぐらいに出る予定でね、思ってたんですけど、完全に、乗ってダウンしてました、これ。あれは何なんでしょうね。ワンちゃん。ワンちゃんの方ですかね。なんかワンチャンあるんでしょうか。あ、そういえば山下からのお前ですけどね、先に桂木の方行くか。実はねこのね、開発クラブで、あ、そう、まあ言い忘れてましたけど、今回結局ねあれです、鍵付き防護コースってやはりね直前で埋まってしまったみたいで今回は取れませんでした、残念。ということでですね、今回は、普通の部屋だったんで、ね、ちょっと中でもね、取ったのもありますけど、まあ多分出せないな、音も多分ね一応こそこそとね、喋ってみたのはあるんですけど、こそこそってね多分聞こえてないでしょうし、私の顔のドアップしか映ってませんから、まあ、使わないから、まあ、ただこれもうそろそろ店開いてくる時間ですよね。で、そう、ただこの辺り、本当食べるところは何でもありますね。吉野家もあるし、丸亀製麺があるんですね。でもなんか新しいな。で、そう、この駅ね、その、大和高田からね、最寄り出て お送りしましたけど、なんかね、位置的にはね、近鉄の五瀬線、五瀬線のね、新庄駅とちょうど間ぐらいらしいんですよ。なんで、とりあえずね、ちょっと、本当は朝一やったら、大和高田から行こうと思ってたんですけど、ちょっと時間をしてやってるんで、とりあえず今回はね、このままね、その、あんまり距離も変わらないという、新庄駅の方、向かっていってみようかなと思います。どうもね、この165号線、これに沿って行けばね、いいみたいなんですけどね、車だったら楽なんだけど、ちょっと歩きは大変かもしれないな、それだけでかい道だと。ここに青木あったんですね。
ちなみに快活クラブは青木がの子会社がね、運営しているというのは知ってる人は知ってる話ですよね。コートダジュー自体がもともとそうだったんですけど、ということなんで、このカラオケバンパンは青木と青木の張り屋で狭間で、でもこれなんとなくなんかシラックスの居抜きっぽいけどな、シラックスっぽい作りなんですけどね、まあ基本的にカラオケバンパンはね居抜きですからね、あと招き猫もね、はいね、そっちの方の結局安くできるんですよね。その一から作るね、スケルトンっていうんですけど、一からで、建物も作って自分たちで作ってっていうのをスケルトンっていうやり方っていうんですけどね、ただね、どっちのやり方がいいのか、いやスケルトンの方がいいだろうとね賛否両論あったわけですけどね、まあ結果としてはね、これだけね、不況が続いている時代ではおそらくねこれね、バブルの時代みたいな感じとかだったらまた関わってたと思いますよ、ですけどね、これだけ不況の時代ですとやはり、そうしてですね少しでもコストダウンした方が良かったのかな、結果がね、シラックスは結果的に、九州合併ね、カラオケ館に九州合併されましたね、対して、ね、もう今や招き猫とねカラオケバンバンが業界でね、あとカラオケ館、争うというような構図にね事実上もなってきてますからね、それが事実として物語ってるんじゃないかなと、私は思うわけでございます。あ、松の家もあるんですね、とんかつの松の家さんね。あ、餃子の王将もある、大きい餃子の王将ですね。本当に飲食店は多いですね。大体こういった郊外のところではね、あるあるといえばあるあるなんですけど、ちょっと離れたところで、いわゆる、東京とかの都心部で暮らしている方がその、思い描く駅があって、そこからずっと歩いて市街地があってっていうよりは、駅前はねそんなに栄えてないんやけど、やはりこういったバイパスとかが通ったところの、幹線道路のロード近郊ねに、いっぱい店がある。でやはりねこういったところの方が土地の価格が安いですから、価格競争力もね強いということで、駐車場とかもすごく広く取れますからね、そうので、有事に立ちやすいというのがあります。まあチェーン店はねどっちでも一緒の値段ですけどね、これ前に見えるのが葛城山ですよね。そういえば葛城山のね割引券も持ってますから、せっかくだから今回使いましょうかね。ちょっと山の上でリフレッシュしましょうか。疲れた時はね有酸素運動ね、高山運動みたいなねよく言うじゃないですか。そこ行こう、行くまでがまた使えそうですけど、チューリップが刺してありますね。まあ造花かな、これは。これは工事中だからやってるんでしょうかね。赤、黄色、青、赤、青、黄色のチューリップってね、なんか歌にありましたよね、そんな歌。あれ赤白黄色か、青はなかったな、ここは近鉄が運行してるんですね。近鉄不動産がどこでもやってません。まあこの辺りは近鉄の沿線、そして奈良県はね、三重県と同じく近鉄帝国、本当にね JR とね他の地域と違って、逆転してますからね、なかなか雨の日だとして、ぼっちだとね、撮影がね、大変ですからね。晴れてくれるのありがたい。まあ、せっかくこんないい天気ならね、葛城山ロープウェイっていうのを乗ってもね、楽しいかもしれません。あまりぼっちで行くところではないかもしれませんけど。ちなみに、私ね、動画で開けてるのは全部ぼっち旅ですよね。一応、うちのね、裏代表がおったりとか、あれは運営できやんかったか、うちのメンバーの、キッシーさんのね、
お部屋の、ね、片付け状況実況というのがね、試みましたけど、ちょっとあまりにも映せないものばっかしだったんで、オンエアを私はさすがに、NG にしましたけど、まあ、あの旅に出てるのが私がね、いつも旅に出てる時は一人やないか、お前ぼっちかっていうね、ありますけど、まあぼっちですよ、ぼっちはぼっちなんですけどね、どっちかというとこう、まあ一人旅になりすぎてしまったっていうのもあるんでしょうね。あのもう比較的、突発的にポンポンって向いちゃうんでね、まあ今日なんかもそうですよ。本当は昨日の夜までは私山、とりあえずね、高田市駅の方に出て、そこから JR の高田駅と山田高田駅ね、近鉄の回って、そこからまた橿原線なりに乗ってですね、ぐるっと折り返して、って思ってたんですか。もうお前今近鉄走ったな。あ、そんなに近いんだ。あれ、これだったら下手すりゃこっちの方が近いかもしれませんね、高田市駅より。うん、道も一本ですね。こっちは街灯もありますね。あ、コンビニもあるし、全然こっちでいいんじゃないですか。なんか味吉さんありますね。味吉さんって、あのこっちの味吉さんと違って、中華料理屋ではなくて、これは鶴橋伝統の味、あ、焼肉冷麺ってなってるので韓国料理系かもしれませんね。まあ鶴橋ですか。そうでしょう、鶴橋といえばね。まあうちの動画では鶴橋って言ったら駅の構内のうどんそばを食べるっていうのが、うどんそばやラーメン食べるっていうのがね、安いなーって言って食うのが定番になってますけど、やはりあの出たらもうあのザ・コリアンタウンですからね。あそこの下も面白いんですけどね。で、田舎でなんやかんや言って私あそこに降りて何行こうかなと思って気がついたら松屋で焼肉定食食ってたりすることが多いんですけど、踏切注意、もうこの辺りに駅があるはずなんですけどね、すごい変電所ですね。うわぁ、これ近鉄用かな。大きな変電所があります。ほっこり気まぐれ、どんどんなんなんでしょうね。これ車の移動が楽だろうな、こんだけね。この辺りのちょっと脇道とかもね、ちゃんとね、広いですしね。実は奈良県って道路の整備状況がいいというね、イメージです。奈良と滋賀はね、もうね、三重県っていうのはね、弱い。ただね、これね、こんな話はね、したことあるんですよ。そしたらね、結構ね、土木関係とかね、詳しい方、に教えてもらったのが、それは当たり前なんやと。ね、同じ県の予算があったところで、三重県っていうのは海岸の、海岸線がね、大量やん。しかもリアス式海岸、海岸線すっごい長いんですよね、三重県って、実は。都道府県の、46都道府県の、47都道府県の中でも、結構、1、2を争うぐらいなんですよ。で、どっから行ったらいいんやろな、これ。そう。これ、その、ね、同じ、予算の中で海岸線を守らなかった。それに対して奈良と滋賀は、まあ、滋賀はあれ、琵琶湖の湖岸がありますけど、ただ、琵琶湖の湖岸ってそんな津波とか来ないじゃないですか。ね、沖と言っても、これが湖なんですよ。あれ、行き止まりやな。さっきのは、さっきのおじいさんは、そこの、あれですね。本当に畑の方だったんですね。あ、これ、スロープで渡って上に登らなかんのか。駅どっちなんでしょうね。駅は、向こう側かな。あ、一回上に登った時に見たら分かりますよね。そう、だから、海岸線に、ね、防波堤とか作らないといけない、そういった予算分を、内陸のところとか、ついでに言うと川の堤防も、予算安く作れるんですよね。いかんせん津波が起こって、それで、ね、洪水とかで雨流れてくるとかっていう時でも、
ですので河口側の方がね比較的水量も多く、危険なことが起こりやすいのに対して、比較的上流側の方が、そういったリスク少ないですから。あ、でもスロープもこれ全部段差がないんで、あ、これは便利だ。多分向こうからね渡って、渡ればすぐ行けたんでしょうけど、まあこれはこれで悪くないんじゃないでしょうか。あ、絶対あっちの方が早いですけどね。こういう道はですね、ここは西室北側らしいです。そして渡ると、単線の線路がポンとあります。ね、三重県民的にはね、まずこれ凶器なんでね、幅がおや、JR かなって思うかもしれませんけど、こちらではこれが近鉄なんですね。これは近鉄五瀬線の線路ですね。あ、面白いな、ずーっとまっすぐ一直線ですね。すごい線形だな。あ、もう見渡す限り全部ずっと先にね、一直線。これだけ線形がいいのでですね、運行するのもね楽でしょうね。本当になんか A 列車で行こうで最初のうちにザーッと引いといたみたいな感じですよね。反対側もずっと直線ですもんね。確かにね、前回乗った時にね交差点ってあんまり緩やんかったなっていうイメージはありますね。